おお、はい。おもろ。はい、皆さんこんにちは。今日は2021年12月13日日曜日、時間は午後3時ちょっと前ですね。今日はね、もう1000キロ走ったんで、まあ納車からまだ2週間ぐらいなんですけど、もう頑張って1000キロ走ってですね、午前中にオイル交換してきました。でまあ、最近のバイクはね、あんま慣らし運転とかいらない云々って言うんですけど、オイル交換したらやっぱりそれなりにね、汚れてるしね、鉄粉とかカスとかが若干出てくるんで、やっぱり必要ですよね、慣らし運転ね。でちょっとオイルのね、1000キロ走った後のオイルの状態ちょっと見てみましたんで、ちょっと簡単にご覧いただきたいと思います。こんな感じでした。オイル量とか水の量とかそういう重たいものを減らしても一点物で、頻度よくオイル交換をやっていただく方がいいですね。はい、それでオイル交換したということはですね、今まで慣らし運転で回せる回転数の制限が7500回転に設定されてたんですけど、それの制限がなくなったっていうことですよね。だからもう何歩でも回せるってことになるんですよ。なのでちょっと、次信号待ちとかになったら、ちょっとどれぐらいのねパワーが出るのかやってみましょうか。はい、そしたら青になったらちょっと回します。おお、はいはいはい、早いっすよ。そりゃ大型の加速とは違いますけど、でこの回転の回ってる感とね、加速がやっぱね、慣らし運転の時とは段違いですよ。これ以前試乗動画も上げましたけど、それとも同じですよね。まあ当然同じなんですけど、めっちゃ楽しいわこれ本当に。まあスピードはそんな、もちろん下道でしか走んないんで出ないんですけど、これ自スペ系の125とか、あと CB125R とかね、どれぐらい、ちょっと比較してないんでわかんないですけど、ちょっともう一回。おお、はえ、おもろ、めっちゃおもろいっすよこれ。だからこうライバルとね、どれぐらい違うのかちょっと試してみたい気はしますけど、まあ、125ってあんまり試乗車もないんでね、試せないんですけど、なかなか。ちょっとでもこのバイクの楽しさがちょっと伝わったですかね、ちょっとわかんないですけど。はい、じゃあそういうわけでですね、KTM125 デュークの、慣らし運転が終わってですね、もうフルスロットル行けるようになりましたという回でした。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。それではまた、ほんじゃねー。